はい、どうも皆さんこんにちは。元気に過ごしておりますでしょうか。今日も張り切って世界史の授業をやっていきましょう。前回から踏まえてですね、ざっくりストーリーを見ていきましょう。まあ、大航海時代ルネサンスというのは1年生の時にやりましたが、そこから宗教改革の話に入っていきましたね。ルターとかカルヴァンとかが出てきまして、カトリックの権威が揺らいでいったと。でしかもこの時期に戦争がどんどん規模が大きくなっていった結果ですね、戦争向きの国、主権国家ができてきましたよというお話になっていきました。で、その頃スペインが絶頂期を迎えてめっちゃ強なったぞと。ただそれもあっという間に衰退していってしまいまして、オランダとイギリスが今度躍進してきます。で、フランスもまあそうなってくるんですけども、結構一悶着あるぞと。この下のところがね、今日のお話の内容になっておりますので、一つずつ、見ていってみましょう。ではいきましょう。はい、まずはオランダのお話ですね。ネーデルラントと書いておりますが、基本ねオランダと言うてんのは日本ぐらいなもんで、正式にはネーデルラント、ネザーランズと英語でも言いますしね、そんな感じになっております。じゃあ見ていってます。場所はここですね、オランダ。はい、オランダはというとですね、ネーデルラントですね、元はここ実はスペイン領だったんですね。ここの特徴として商業が発達しておりました。商人がいっぱいいたんですね。なのでカルヴァン派が結構受け入れられていきましたよと。覚えてますかね、カルヴァン派といえば、どんどん働いてお金貯めなさいとね言うてくれた、人だったもんで、これが商人に結構受け入れられて、なのでカルヴァン派がこのオランダには受け入れられていったよという感じです。だがしかしですね、スペインの国王フェリペ2世はおりましたね。この人はそんなあかんと、カトリックをここに強制していったというところから、はい、話始まっていきます。ほんでですね、このカトリック2世というふうにフェリペ2世が言ってったもんで、ネーデルラント、オランダが反発しましたと、嫌だーとね、言うていくわけです。で、この人物が中心になっていきますね。オラニエコ・ウィレム。はい、この人です。この人を中心にして、スペインに対して反乱を起こしていった。はい、これがオランダ独立戦争の始まりとなっていきます。で、もう40年ぐらいですね、ずっと、こういう戦争が続いていきますよということになっていきます。はい、ほんでですね、戦っていく中で北部の7州はユトレヒト同盟というのを結んで、抵抗をずっと続けていくんですけども、逆に南側の南部10州はですね、スペインの支配下に留まってしまいましたよと。要はね、ここもともとカトリックが多かった地域なので、もういっかっていう風な感じになっちゃったかな、ということでここはオランダとは別にですね、後々のベルギーになってきます、今のね。はい、ほんで、1581年に、北部の方がネーデルラント連邦共和国という名前で、もう独立を宣言しちゃいます。もうスペインとは違いますよ、うちはというふうにね、独立を宣言します。ただもちろんスペインはその独立を認めませんので、戦争はずっと続いていくんですね。このオランダに対してイギリスは、支援をしていきます。っていうのもスペインとイギリスは宗教的にもね対立してましたし、あまり仲がよろしくないと。スペインはゴリゴリのカトリックですけども、イギリスはカトリックから抜けてイギリス国教会っていうね独自の宗教になってましたよね。このエリザベス1世の時に確立しましたね。それがこのイギリスがオランダを支援しているということに対して、フェリペ2世は当然腹立ちますね。もう何邪魔してくれとんねんと、懲らしめたろと。ということで、はい、当時もう無敵やと、言われました。世界最強と言われました無敵艦隊アルマダを派遣して、イギリスにね戦いを挑んでいったスペインだったんですけれども、なんとなんとここでエリザベス1世のイギリスにですね敗れてしまうと、いうことなんですね。で、政界権を失っていってしまいまして、スペインはもうどんどんそこから衰退していってしまうと。逆にイギリスはもうぐいぐい上がっていくっていうね状況になっていきます。はい、ほんでこの時のオランダの、国力強化のためにですね、どんな動きしてましたかというのを見ていきます。もともと商人が多いですよと言いました、さっきも。なのでカルヴァン派が受け入れられていったんですね。で、どうやって儲けていったかというと、このバルト海で中継貿易で儲けていったということなんです。中継貿易とは何ぞやというのを簡単に説明しておくと、まあ、A 国から例えばなんか商品を輸入しますと。で、それをそのまま使わずにまた別の国に輸出していくわけなんですね。だからこの輸入した額よりも高い金額で輸出すればその分儲かるやんか。そうやってオランダはこの中継貿易で儲けていったという感じですね。はい、でちなみにバルト海はここですよと、この辺りで中継貿易で盛んに儲けていったという感じです。はい、さらにさらにこういう会社も作りました。東インド会社、これが世界で最初の株式会社と言われております。で、ここでですねバルト海にとどまらず、もう東南アジアの方まで
範囲を広げていきまして、もうどんどん儲けていったという感じです。はい、ほんでようやく1609年にスペインと休戦条約を結びまして、事実上の独立を勝ち取ったということになるんですが、ただですね、まあこれが一応40年間にわたる独立戦争となっているんですが、正式に承認されるのは1648年のウェストファリア条約まで待つので、まあ、これは次回に出てくると思っておいてください。オランダはですね、アムステルダムという都市が今でも首都になってますけども、ここが国際金融都市として発展していきましたよと、綺麗な街ですので、また写真とかね見てみてください。場所はここですね。はい、ではではオランダ、ネーデルラントの話はここまで。次イギリス行ってみましょう。テューダー朝、イギリスの絶対王政について。はい、イギリスは場所わかるよね。ここですね、イギリスの、絶対王政についてですけども、ここのイギリスの特徴としては議会の力が昔から強かったよと。なので議会が立法とか財政上の権利を持っておりました。なので王様がワントップでデーンと全部やってまうということはなかなか難しいと。国王による統治には大地主であるジェントリー、共振の自発的な協力が必要でございますよと。ここといかに仲良くするかっていうのが大事だったわけですね。でジェントリーっていうのはこのジェントルマンの語源にもなってきます。はい、このエリザベス1世の時代にですね、新教国としての国民意識が形成されましたよと。まあね、あのカトリックから抜けて、ほんでイギリス国教会というのを建てたけども、またカトリックに戻ろうとしたりと結構揉めてた時期でしたけども、エリザベス1世が統一法というのを出して、ほんでもうこれでいくんやというふうになっていったわけですよね。まあその辺でこういった国民意識も形成されるようになってきたということでございます。でイギリスの議会の重要性ということをさらっと言っておきますと、ヘンリー8世の首長法ね、もうカトリックから抜けますと、独自の教会で行きますとか、エリザベス1世の統一をさっき出ましたね、もうこれで一本で行くんやっていう風にですね言うたりとかっていう一連の宗教改革は、これ全部議会で法律作ってで達成されていってるということなので、必ずしもこの王様がワントップで全部個性っていうわけではないっていうことですよね。議会がいかに重要であるかっていうのがイギリスにおいてね、分かるよねというお話になっております。はい、そんなテューダー朝の発展のお話なんですが、15世紀末以降なので1400年代の終わり以降ですね、農民の土地を取り上げて囲い込んで牧場にしていくということを盛んに行っていきました。囲い込みと言います。エンクロージャーとも言いますね、英語で。で要はお前らもう出ていけと、農民をねそこから追い出して、そこに羊飼いまくってですね、羊の毛、羊毛の生産をもういっぱい伸ばしていったと、こういうことなんです。まあ農民にとっちゃいい迷惑なんですが、これによってですねイギリスは結構儲けていきますよという話なんです。はい、結果的にもう毛織物工業が国民産業となりました。まあ、今でもセーターとかね、ああいうのが羊の毛だったりしますよね。でオランダもめちゃめちゃ発展しましたよとさっき言いましたけども、それを超えるぐらいイギリスっていうのはこの時期繁栄していきますと。なのでもう世界第1位の座に上り詰めていくということなんですね。はい、ほんでイギリスも東インド会社を作っておりまして、まあ、オランダよりちょっと早いという感じなんですが、まあ、フランスもねこの時期に作ったりしております。各国がそれぞれに東インド会社を作って、もう海外ですね、特にアジアの方面、まあ、やっぱ香辛料とかがね結構儲けれましたんで、そっちの方に進出していったという具合です。でちなみに、スペインの無敵艦隊アルマダを、やっつけた時の、指揮官として大活躍したのがこのドレイクという人なんですけども、世界一周をスペインの植民地や、スペイン船を攻撃しながら達成したエリザベス1世公認の海賊なんですね、この人で。マゼラン以来2人目の世界一周を成し遂げた人としても知られるし、っていうか海賊やでこの人っていうことね。まあそんなのが、戦いにおいて活躍したわけですね。ワンピースにもドレイクってキャラが出てきてたよね、確か。はい、ということでイギリスのお話でした。ラストフランスですね。フランスも、宗教による争いが起きて、でそれを乗り越えて絶対王政が確立していくというイメージでございます。場所わかるよね、フランス。はい、フランスで起こった宗教戦争というののストーリーを見ていきましょう。まあ、まずバロア家がずっと王様についておりますというバロア朝でございましたね。これは前にもさらっと出てきましたね。がっつりカトリックの国です、フランスは。いやねんけど、このフランスの土地にも新教徒の勢力がどんどん大きくなっていきまして、まあ、これが揉め事につながっていくわけよね。
でちなみにフランスでは、新教徒のことをユグノーというふうに言いました。どんな意味かというとですね、こじき野郎みたいな、なんか悪口らしいですね、このユグノーっていうのは。まあそんな呼ばれ方になってます。でこのカトリックとユグノーの争いがユグノー戦争として、始まっていくと、30年ぐらいですね続いていくんですけども、まあ、その時の王様がシャルル9世と、この時ね王様は若いので、お母さんが、摂政としてやっておりますカトリーヌ・ド・メディシスという人物ですね、はい、実権はなので母が握っておりましたと、こういうもとで勃発していきます。でこれの、展開と書いておるんですが、はい、サンバルテルミの虐殺という事件がね起きまして、まあ、ユグノーの、結婚式の時にたくさん新教徒集まってたんですけども、そこで、めっちゃ殺されてしまうというね事件が起こったりして、まあ、これも関係がより悪くなってしまう一因に、ねなっておりました。はい、こんな感じでずっともう宗教対立で争い事が終わらないという状況でして、そんな中思想家ボーダンという人なんかも登場してきます。この人はもうね、ずっと宗教で揉めてて、もう混乱と無秩序が広がっていくだけじゃないかと、王様が権力振るってもう国家を統一していかんと、まあ、こういうふうなね主張をしていく人も出てきました。まあ、この人なんかが、例として挙げられますが、絶対王政をね理論づける、まあ、一つのね案として出てきておるという感じです。はい、ほんで終わりに向かっていきます。国王のシャルル9世だったんですけども、サンバルテルミの虐殺のあと、2年後ぐらいやったかな、亡くなってしまいます。ショックでとか、いう話もありますが、まあ、詳しくは分かってないけども、で後継者としてその弟が王様になったんですけども、それも暗殺されてしまって、もうバロア家ではですね男の子おれへんくなってしまったということで、ここで途絶えてしまうんですね。さあどうなってしまうと、はい、というと次この人物がね登場してきます。ブルボン家のアンリ4世が王様になると。まあ、ちょっと血縁関係はちょっと関係あるみたいなんですけども、隣の国から呼んできてですね、アンリ4世という人を王様にします。これによってね、バロー家は終わりましたので、ブルボン家のブルボン朝が始まっていきます。で、なんとなんとこの人はですね、新教徒、ユグノーをやったんですよ。やから当然フランスでカトリックですからね、国が。なので旧教徒カトリックの人たちはめちゃめちゃ怒りますと、はい、やねんけど、ここでアンリ4世がね、賢かったんですね。ナイスプレーが炸裂しますよと。さあどんなんかと言いますと、この人自体は新教徒でございましたが、はい、なんとユグノーを捨ててですね、自分がもうカトリック旧教に改宗したんです。あ、わかりました、じゃあ私カトリックになりますって、言うてですね改宗しました。でしかもそれだけじゃなくって、なんとの王令というのを出してですね、新教徒ユグノーに対して信仰の自由を認めた。もともとこのカトリックとユグノーが対立したのも、ユグノーなんて認めるかっていうね、ところから始まってきてたのもありました。やからもう新教徒もそれでいいよと、その信仰で行きなさいっていうふうにですね、自由を認めてあげたという感じなんですね。はい、ナイスプレーですよね。というわけでそれでユグノー戦争を終わらせていったということなので、自分は、カトリック側に立って、でそれでいて新教徒ユグノーには、信仰の自由を与えて、どちらの顔も立てることによって戦争を終わらせたっていうね、こんなアンリ4世でございます。なかなかクレバーな、ね、人材ですね。はい、ほんで、次の王様です。アンリ4世の、アンリ4世ね、この後暗殺されてしまうみたいなので、次ルイ13世いうのがね出てきます。でこの人の時代の最初がリシュリューという人で、この人も覚えてね、最初っていうのは要は総理大臣的な、ポジションですねと思ってください。だから政治に関しては基本このリシュリューがやっていくと、考えたら良いでしょう。でこのリシュリューもまたやり手でしてね、王様の権力力をもっともっと強くしていくためにどんどん動いていきます。貴族の力をね削減したろと、貴族がまあ結構力持っててね、王様にもね、立てついたりとかいうことがあったので、それを削いでいったろと、はい、いうことで三部会を停止しましたぞというのが出てきます。三部会とは何かっていうとですね、まあ大体身分がねこう当時は分かれていましたので、聖職者、貴族、ほんで、都市の商人の代表というね、この3つの身分の人たちで集まって行われる、まあ、言うたら国会ですね。ここで結構貴族の人が、口をね出し聞き取ったということもありましたので、こいつらを封じるためで、王様だけが国の中で突出した存在になるようにということで、もう三部会は開きませんと。ここから100年以上ですね、もう三部会開かれなくなります。はい、こうやって、絶対王政がですね、このルイ13世の時、リシュリューによって、確立されていったという感じですね。
はい、それでだからルイ13世の力もグイグイ来ると。でこの次のルイ14世もっとすごいよっていう話ね。で他にも、このリシュリューという人はですね、17世紀最大の戦争といわれる30年戦争というのが次の授業で、出てくるんですけども、まあ、これもね、新教側で参戦しますよと。要はこれドイツで行われる、戦争なんですけども、これも一緒、ユグノー戦争と新教と旧教に分かれて争われたという戦争なんですけども、フランスといえばカトリックの国なのに新教側に立つということなんですね。なんでやねんというと、はい、なぜならばライバルのハプスブルク家おりましたね。ここは旧教側の代表やったと。だから自分もフランスも旧教側やけど、ハプスブルクはライバルだから旧教側には立ちませんと、新教側に立つんですね。はい、だからもうこの頃になるとですね、宗教っていうのが一番というよりも政治的な関係の中で立ち位置をどんどん変えてるということなんですね。ライバルを倒すためやったらもう宗教になって関係ないのだという感じでございます。はい、ほんでルイ14世の話もちょろっとだけ出てきますね。太陽王と言われてりですね、チンは国家なりなんていう言葉を残したりもしております。この人最初の時はマザランという人が、最小になっております。で、まあ、フロンドロの乱みたいなのとかをね、鎮圧したりしながら、王権の強化に努めていきまして、もっともっとルイ13世の時よりもすごくなっていくんぞという感じですね、なっていくわけでございます。はい、ということで走りながらでしたけども、オランダ、イギリス、フランスの3つの国の、それぞれの動向を見ていきました。じゃあラスト確認テストいきましょう。オランダ独立戦争を指導したカールヴァン派の貴族で初代総督となったのは誰か。はい、この人ですね。せーの、オラニエ公ウィレム、まあ、オレンジ公ウィリアムと、英語読みだとね言いたりしますけども。はい、2番、30年間にも及び諸外国の介入を招いた16世紀フランスの宗教内乱は何か。これも分かりますよね。せーの、ユグノー戦争ですね。はい、大丈夫かな。はい、ラスト、フランス絶対王政の確立に貢献したルイ13世の宰相は誰か。この人がやり手でしたよね。せーの、リシュリューですね。はい、どうでしたか、わかりましたかね。じゃあ次回は30年戦争のお話に入っていきますので、またお楽しみに。